再開していくぜ。さーて、まずは一旦自宅に戻ってみようか。家事が使えるみたいなこと言ったけど。錬金。お？あー、薬草とネバネバで、ポーションが作れるんだね。なるほど。あ、ここら辺とかも作れるけど、全然材料が足りんな。あ、丸太とかこういうの材料なんだね。地元で話題のカタール。封印されしエクスカリバーとか作れるんだけど。いや、めちゃくちゃあるな。装備合成。家事画面。二つの装備品を組み合わせて一つの装備品に合成することができる。メイン装備には合成後に作りたい装備品。サブ装備には合成後に装備に付与したい特殊効果を持つ装備品。やべえな、これ。すると、サブ装備の特殊効果でメイン装備の特殊効果を上書きすることができる。こりゃいいな。特殊効果は説明文の2行目で表されている効果。ははーん。こりゃいいもんですわ。あ、休める。さーて、全回復したぞ。お金も貯まってるし、武器防具買ってもいいかなって思うんだけど、ちょっと一通り転職してみてさ。あれ、いない。あれ、メアリーはどこ行ったんですか？北の村にある友達の家に遊びに行った。そうですか、ありがとうございました。いや、転職したい。クソ、入れ違いか、仕方ない。とにかく北の村に行こう。はい、転職したい。それ一旦剣士に転職してみて、パッシブが何あるかだね。タフネス、ヒットポイントがプラス4か。なるほどね。強い、コンセントレーション、命中率が上がる、不意打ち。次レベル、ダメージ 10% 増加。背後からの攻撃時、攻撃時が増加する。あ、パッシブで攻撃力が上昇するなんてのもあるじゃん。これいいね。存在を消して、敵に見つかりにくくなる。あ、パッシブでさらに攻撃力が増加するって書いてあるな。なるほど。剣士も割と悪くない。じゃ、騎士は？騎士は防御が上がるんだね。なぎ払い、鉄壁。あ、被ダメージ 95% 上げることで、ま、50% まで下がるのかな。メディテーション、精神力が上がる。タフネス、ヒットポイントが上がる。次のレベル、激凛。残り HP が 10% 以下の時攻撃力が激増する。あ、プロテクションプラス1000。突進で敵を吹っ飛ばす。魔力にも影響する。なるほどね。ちょその位置話しかけられへんねって。で、魔術師。ファイアブレス。前方に炎攻撃。癖のない攻撃。氷の弾丸放つ。メンタリズム。MP 上昇か。ライトニング。前方に雷を落とす。強力だが燃費が悪い。魔力プラス2。武器で攻撃するとたまに MP が回復する。メディテーション。精神力。ドロップ率プラス 10%。はぁ。ちなみにあなたのさ、魔術師の攻撃はさ、これどういう攻撃になる？あ、普通に素殴りになるんだね。なるほど。騎士に転職して、これショートスピアどれぐらい？あ、意外と射程長いぞ。騎士も。で、剣士は？剣士どんな感じよ。サビダ関係。あ、なるほどね。これ範囲。私は割と使い勝手いいかもしらんな、これな。弓矢も割と悪くねえんだな、これ。悩ましいね、これね。それ一旦剣士で進んでみようか。武器とか売ってる？装備を買う。あ、防御力上昇か。防御マイナス5って入ってる、書いてあるけど、どういうことだ。最大 HP プラス10。汚れたライトアーマー。武器は売ってないのか。防御屋さんか、ここは。思い出の上履き。あ、攻撃速度はプラス1って書いてあるな、これ。どこ装備なの、これ。とりあえず全部買えばいいか、もしかして。買う。愚民のくせに買うのかって言われた。愚民のくせに装備を買うのかって言われてる。
とりあえずこれで装備品は？あ、なるほどね。こういう感じか。あと盾装備したらいいのか。これ買うか、じゃあ。相当硬くなったのでは？ライトアーマーもせっかくだし買う？買えるし、買っちゃうか。うん、魔力とかは下がるけど、まあ、いいんじゃない？これちょっと一泊して全開した後に上に進もうか。うまし。ヒットポイントは一気に70だもんね。これは強いぞ。で、せっかくだからパッシブスキルも上げてっちゃおっか。攻撃力プラス4とかいいと思うんだよね。ストレングスね。とりあえず、タフネス、パワーストライクは取らざるを得ないか、これ。不意打ち必要かな？こっちに行った方がいい気がするな。ストレングスプラスまで取りに行きたい。とりあえず、レベルアップ。レベルアップ、レベルアップ。装備するってあるな。アクティブスキルしか装備できない。なるほどね。はい。せっかくだ、こっちも、レベルアップ、レベルアップ、レベルアップでこれいける。装備しよっか。パワーストライク。あ、シフトか。なるほど。ちょ、一泊、ごめん。もう一回一泊させてもらえるか？パワーストライクがどんなもんかっていうのはちょっと実践で確認していこう。じゃあ北の村に行きましょうかね、これ。シュパパ、シュパパ。意外と範囲が広いね。15。名もなき花。こういうとこ意外とやってった方がいいんだな、これ。あ、意外と戦いやすいな、剣士。割と戦いやすい。範囲も広いし戦いやすいぞ。ワンチャンこれいけたりしない？無理か。強い強い。パワーアタック30。いいね。いいよ。剣士サクサクだな、これ。上下に判定があるのは強いわ。この先通りたい？ごめん、じゃ曲がったみたいね。あー、はい。いいぞ。剣士割と悪くないな。方向転換できない今で言えばかなり使い勝手がいい。なんか変なやついんな。ハマってくれたおかげで楽に倒せた。うまうまうま。パワーアタック、パワーアタック一発で落とせないだろ。上に攻撃できん。ゴブリンの僕と強いかい？上がる、めっちゃ上がる。攻撃速度がその代わり下がるか。あ、強よ。ゴブリンの僕と強よ。あー、調べられん。いろいろ不便を強いられるが、これによってあれだな、探索の範囲を将来にわたって残す。一つのマップで将来にわたって残す。これ優秀なシステムでございますな。攻撃力強よ。ドロップ率上げるやつは優秀かもしれんな、これ。もしかしたら一気に強くなった。楽しいぞ。一気に強くなった、楽しいぞ。これ魔法系ってのもちょっと気になるところだわ。あるが、他に行ける場所ないか。ここ北の村か。お金が草むらにいっぱい落っこちてる。閉店。まあ、とりあえず普通に話しかけるか。メアリー、銀髪の女の子なら北東にあるアンナの家に行ったはず。なるほど。ああ、ごめん、残像だ。え、僕はまだ未熟で弱いから村の外には出ちゃいけないって言われてるんだ。残像だ。残像だ、残像だ。この子すごいんだが。この子すげえな。先代の魔王は大陸を丸ごと動かすすまじい超大魔法が使えたらしい。現魔王はそれに比べる回した方でしょう。痛いです、すいません。やどや。お前を転職させてあげる。あ、なるほどね、転職はいいわ。ひー、すいません。
せっかくだからちょっと見てるか。痛い、殺人鬼だ、助けて、やらをぶちかわしてやる。わあ、意外と戦える。このまま倒せたりしない？ワンチャン倒せたりしないこれ。ノックバックのおかげで割とやれるが。どうなのこれ。倒せたりしないのこれ。倒せんのかい。え、これ倒したらいなくなっちゃう系もしかして。あ、また出てきた。なるほど。これ今さ、経験値どれぐらい手に入った？ちょっともっかい。経験値がどれぐらい手に、あー、やられた。結構いいお金が手に入ったように思えたんだが、まあいいか。こいつらも倒せば意外といいお金になるということですな。お、いらっしゃい、武器預かってるよ。みんな、高えな、いきなり。防御力プラス51。金属製スケールメールとかいいね。ブーツいいね。少し匂うヘルメット。靴いいな、これ買うか。思い出の上書きから回避率が下がるんだね。思い出の上書きより、今のステータスと比較してじゃなくて全裸と比較して能力上がる感じか。これ装備品売ろう。お袋の服、まあいっか、これ売っちゃおうか。今と比較してにしてほしいな。ちょっとここら辺のシステムがあれか微妙か。これ売れはい、売ります。武器は売ってないのかい、これ。プラス51ね。10、50。これ割と悪くなさそうに見えるが。買ってみるか。非常に優しい。精神力も上がるし、いいんじゃない？売ろう。んで、右側？いらっしゃーい。話しかけられねえ。残念。アンナの家、ここだな。その前に。調べられんかったな。どうもー。勇者なんでここに？そもそも誰ですか？どうして私の家に？メアリーの友人、軽く毒舌、モブキャラもいいとこ、多分もう二度と出てこない。メアリーちゃん、使い替えごとがあって追いかけてきたんだ。私はメアリーじゃなくてアンナですけど、頭大丈夫ですか？私に用があるのになんでアンナばかり見てるの？ねえ、なんとか言ってよ。もう勇者なんて嫌い。お？ははは、そんな簡単に方向転換できんの？お？わー、上を向けた、やったぞ。え、何、どうしたの？メアリーちゃん殴るのはさすがに良くないですよ。握力50キログラムあるんですから。いいんだよ、おかげで上を向くことができた。実は魔王の呪いで方向転換ができなくなっていたんだ。それでこんな奇怪な動きをする羽目に。そうだったんだ。ごめんなさい、早とちりしちゃって。それで用事というのは何だったんです？早く済ませて帰ってください。いや、このことをメアリーちゃんに伝えたかっただけだよ。それじゃあ俺は魔王を倒してこの呪いを解かなきゃいけないから、これで自宅の宝箱も取れるか。うん、これからどうしようかな。上も向けたしね。おん？なんだ？なんか変なのが来たぞ。なんだ今の魔物？金がない！ 170 ゴールド盗まれた！今すぐ追いかけようって。どこ行った？何かが通り抜けていったような。残像だ。明らかに怪しい奴が西の空き地に向かって走っていった。ちょっと回復してえな。宿屋で、ちょっと回復させてくれる？できた。あ、あの宝取れるね。左にある宝。せっかくだから回収していこうか、これ。回収させてもらおうか、これ。魔力強化石だって。そういえばスキルいっぱい取れるね。ストレングス取るか。ストレングスレベル5。ストレングスプラス、こっちまで一気に取りに行きたいところではあるが。あるか。まあ、攻撃力も上がったし、なんとかなるんじゃなかろうか。お？なんだお前は。俺の金を返せ、愚かな奴だ。まんまと引っかかって追いかけてくるとはな。こいつ魔物かと思ったらめっちゃ流暢に喋るじゃん。
俺は魔王の部下、灼熱のガングロマジン。勇者よき様にはここで死んでもらう。まさかのボス戦。わお。意外とダメージ痛くねえな。パワースラッシュ。全然ダメージ痛くねえや、これ。パワースラッシュ。もう楽勝だわ、これ。おい、どうしたおめえ。プロテインだ。くおー、勇者これほどとは。盗まれた金を取り返した。魔王の部下がこんなところまで追ってくるなんて。そろそろ本格的に魔王を倒しに行かなきゃいけないな。いや、方向転換の呪いはなんとかならないんですかね、それ。ふむ？魔王も倒したところで？あ、宝はそういえば回収した私。あ、回収したのは魔力を稼ぎだったね。ふーむ。グエ。この村は平和でいいの。そういえばこれ上向けるようになったってことは左側行けるんだな、きっと。行けなかったところ。攻撃力がもうだいぶ。敵の攻撃も痛くないわ、これ。レベルも上がる。回復魔法とかないんかな。まあ、ここら辺をさ、やってたら薬草とか簡単に手に入るから。空っぽだ。冒険者の？あ、冒険者の帽子手に入れたのか。隠し宝箱かよ。もう適当にこれぶん殴ってるだけで。この宝。ポーションか。そんなにいいものじゃなかったな。レベルアップ。獣の皮。ここら辺も合成素材か何かかな？左側にきっと行けるであろうて。お金が美味しい。ギャー！さすらいの武器商人。あ、へー、ゴブリンの木刀。柔道。量産型重量。配信のクロスボウ。なるほど。いたたたいたたた。左にこれでいけるでしょうということでございましょう。最初の頃と比べてだいぶ強くなったな。ワイも魔族の村。いたたたいたたた。他に行ける場所ないかな。この下お家だよね。魔族の村行ってみようか。じゃあこの調子で。お、急に雰囲気が変わったわ。いや、敵が結構強くなったな急に。だからダメージはまだ1。防御力はそんなに頑張んなくても良さそうか。これしかし爽快だな。攻撃速度アップの狩人が、攻撃速度アップの狩人いた方がいい気がすんな。ヒットアンドウェイアウェイをするためにも一度狩人に転職して攻撃速度アップのパッシブを取ってきてもいい気がしてきましたね。これ攻撃力アップとかよりも。連続攻撃できたらその分強いでしょうよ。攻撃力を上げるよりも。アロマオイルだ。スキルポイントは貯めておけるのかな。これ転職しても共通かな。レベルが順調に上がっております。お、ついた。だけど人間に敵対するつもりない。君も絶対に攻撃したりしないでくれよ。やいて、やめろ、やめて、誰か助けて。クソ、この前あれっぱなしに黙るか。いや、ワイもだいぶ強いんだがどうかな。倒せる、ワンチャン倒せる、ワンチャン倒せる。よっしゃ、所持金100。お金が美味しいね。魔物は殲滅する。ん、ここは魔王の出身の村でもあるんだ。私は魔王の友人だったんだよ。魔王の友人。魔王について知ってることがあれば教えてくれませんか。特に呪術の類とか。呪術というのは知らないな。少なくとも私はあいつが呪術を使ってるのは見たことがない。あいつが得意だったものは手に触れたものを自在に操る魔法。あいつはとんでもなく魔力が大きかった。先代やそれ以前の魔王とは比べ物にならないほどな。聞いてる驚き、あいつはそのあまりの魔力の大きさに角が生えたんだぞ。角だぞ、角。生身の人間に角が生えたんだ。
さすがにな、角はないよな。だって角だぜ。いや、さすがにないわ。お前にも角が生えてるように見えるんだが、お前もそう思うだろ。何かおかしいことでもあったか。いえ、別に。魔王のことが知りたかったら本人に直接聞くのが一番だろうな。あいつはいつも北の魔王城にいる。俺たちが魔王の魔力を恐れていることを知ってからこの村に帰ってこないんだ。そうなんですか。ああ。やめたまえ、やめたまえ、やめてお願い、痛い、この野郎。ギャン、ギャン、ギャン、この状態で寝れる？寝れる。やった。この状態でも寝れるわ。いや、寝れても襲いかかってくんのかよ。すいませんでした、すいませんでした。無駄にダメージ受けちゃった。魔王への館への道は強くて素早い魔物が多い。この村の周辺でレベルを上げるといい。うん？装備品を買う。お、バッと攻撃力が上がるね。被ダメージ無敵時間プラス1秒。面白い。なんか高すぎる。1個も買えね。スキルリセット薬なんても売ってる。へえ、お金さえあればスキルリセットできんのか。魔王の館上。怖っ。魔王の家、入ったろ。入れへん。左側はなんかあるんか？お、こっちはなんだ？あー、どっちにしろ進めない感じだな、これ。なるほど。ちょっと外、ちょっくら外に出て、敵の強さを確認してみるか、これ。やべえのかな？あ、8ダメージ受ける。さすがに1ダメージじゃ済まなくな、痛い痛い、いや、割と痛い。転職させてくれる人いないんかな。レベル上がったが、ちょっとこれは本格的にレベル上げないとダメかもしれんな。ちょっと一泊して。転職おじさんいないのか、この町には。あなたが転職させてくれても良さそうだが、どう？ダメか。転職するためには一回村戻らんといかんか、これ。ワープ的なものがあったら嬉しいんだが。この先どうかな。25ポイントも溜まってんな。攻撃力上げてもいい気はするが。というところで今回は一旦この辺にしておきましょうか。また次のパートでお会いしましょう。またねー。